皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。今回は僕が影響を受けた5枚のアルバムを紹介したいと思います。今回のアルバムはですね、ジャズではないんですけども、僕が今こうしてニューヨークで活動してるんですけども、作曲をしてオリジナル曲を演奏するという自分のですね活動のバックボーンにもなっている、これまでの音楽人生に大きな影響を与えてくれたアルバムという観点で5枚厳選しました。では早速いってみたいと思います。1枚目のアルバムはですね、僕が中学校2年生14歳の時に初めてアルバムをですね2枚買った時のうちの1枚で、この中に入っている1曲がきっかけで僕はギターを弾き始めることになりました。このアルバム、サイモンとガーファンクルのベストアルバムで、若き緑の日々という放題がついたアルバムです。このアルバムの中に入っているサウンドオブサイレンスのですねイントロのギターを弾いた時に、僕はこの音を出したいというふうに思ってギターを始めました。その1曲がですねすごく好きだったんですけども、だんだん例えば明日にかける橋だったりとか、あとはコンドルは飛んでいくとか、ボクサーとか、彼らの代表曲がですねどんどん自分の中に入ってきて、本当にですね、僕がギターを弾き始めた当初は、このサウンドオブサイレンスを最初から最後まで弾けるようになるというのが一日の目標で、だんだん弾けるようになってくると、その1曲が弾けたら練習が終わるというような感じで練習していました。もしかしたら過去の動画をご覧になった方はご存知かもしれないんですけども、僕は実は小学校5年生の頃から器械体操をやっていて、すごくかなり真剣に器械体操をやっていました。ですのでこのアルバムを聴いてからアコースティックギターを最初に買ったんですけども、それ以来はですね鉄棒でよく使う白い粉を、水でやっても取れないんですけども、そういった、手が汚れたような、白い手でギターを弾いて、ギターの弦が白くなったりとか、してたんですけども、器械体操とあと、このギターをですね、中学校の時には両立していました。それから、高校に入ってからも体操をやめたので、そこからは、音楽一筋というか、ギター一筋になったんですけども、そういった感じで、このアルバム、かなり影響を受けました。ちなみに、僕のちょっと宣伝になってしまうんですけども、ニューアルバム Life is Now の中に入っている Last of All という曲は、実は Sound of Silence にインスパイアされて書いた曲です。実は、ポール・サイモンが、もう数年前に世界的なツアーからもう引退するというような発表をしたんですけども、そのツアーの最終日がマディソンスクエアだったんですけども、マディソンスクエアガーデンの翌日にもう一公演追加された、演奏があったんですけども、そこに行ってきました。そして、ちょっとここにその時の、ライブ のリストバンドがあるんですけども、その時にですね彼が一番最後に、ステージに戻ってきて一人で演奏した曲がサウンドオブサイレンスで、あまりにも感動的だったので、その時のことをイメージしながら曲を書きました。では次2枚目に行ってみたいと思います。2枚目はエリック・クラプトンストーリーです。これまた、エリック・クラプトンのベスト版なんですけども、この中に入っているクリーム時代のクロスロードの演奏が、僕が実はエレキギターに持ち帰った高校1年生の頃に最初に弾いた曲です。1年間ぐらい頑張ってそのソロが弾けるようになったという感じの曲です。実はこのエリック・クラプトンのアルバム、もう1枚すごく悩んでたんですけども、そのアルバムというのが実は MTV がですね当時企画していた、普段はエレキで演奏する曲とかをアコースティックな楽器だけで演奏するというふうな企画、アンプラグド、そういった企画があったんですけども、そのアルバムですね、エリック・クラプトンのアンプラグドのかなり捨てがたかったです。というのも、ラジオから流れてきた Tears in Heaven を聴いて、本当にもうすごいいいなと思ってそのアルバムを買って、そこから、遡るようにして、彼の、それまでの音源を聴いていったという感じなんですけども、その遡っていった中で、彼のこの、エリック・クラプトンストーリーというアルバムを見つけました。こうしてですね、ちなみに最初の1枚目もですね、2枚目もですね、アルバム、ベスト版が多いのは、やはり僕が育った広島というのはですね、そこまで、情報があまり入ってきていなかった部分があるので、誰かのアルバムを買いに行くとですね、何かしらのベスト版というのがあって、今考えると、このアルバムに出会えてよかったなと思います。というのも、そういった形で、ベストで美味しいところをですね、聞くことができたので、
いきなり彼の特定のアルバムをパッと聴いていたら、まあ、アルバムがコンセプトアルバムだったりとかして、まあ、しっくり来ない場合でも、まあ、こういった感じでベスト版で入ることで幅広く入れたので、逆に、情報が少なかったあの時代の、良さなのかなと思います。ちょっと余談になってしまうんですけども、こうして、まあ、かなり影響を受けたエリック・クラプトンだったんですけども、僕はなかなか、彼の演奏を見ることがありませんでした。しかし、ですね、2017年に、ついに、彼がですね、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで演奏するというのを、まあ、これを逃してしまってはもう次に機会がないんじゃないかなと思って、彼の演奏を聴きに行きました。その時のチケットがこの裏にあるんですけども、彼の音楽に出会ってから30年後に、自分がこうして、まあ、ニューヨークでミュージアンとして活動していて、なおかつ、まあ、電車に乗ってですね、家から30分以内のところで、彼の演奏を聴けるというのは本当に、感慨深い経験になりました。では、3枚目紹介したいと思います。これまた、ベスト版なんですけども、ジミ・ヘンドリックスのコーナーストーンというアルバムです。ジミ・ヘンドリックスの、このアルバムもですね、まあ、最初の、2枚と同じようにやはりベスト版なんですけども、地元のですね、まあ、自転車で、まあ、漕いですぐにあった CD 屋さんにあったジミ・ヘンドリックスのアルバムがこのアルバムだけだったということもあるんですけども、すごくラッキーだったのが、このアルバムにはですね、彼の代表曲ヘイジョー、パープルヘイズ、フォクシーレイディ、ブルーチャイル、ステッピングストーンやイージーライダー、まあ、本当に数限りない彼の、素晴らしい、曲が入っています。そもそも、ジミ・ヘンドリックスの存在を知ったのは確か、バンドやろうぜという、まあ、その当時、まあ、中学生とか高校生向けの、バンド雑誌があったんですけども、そのバンヤロっていう風に言われたんですが、そのバンヤロで、まあ、世界で一番上手いギタリストみたいな感じで紹介されていたのがきっかけでした。で最初に、聞いた時にはですね、本当にこの荒々しさに本当にこうすごく衝撃を受けましたし、特にですね、このアルバムがきっかけで彼の音楽が好きになって、そこからこう、まあ、あのいろいろと、まあ、こう踏み込んでいって、さらに衝撃を受けたのがモンタレーポップフェスティバルでの彼の、キリングフロアでの演奏でした。この、まあ、ジミ・ヘンドリックスを聴くようになってから、だん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 と徐々に、まあ、ブルースですね、BB キングとか、マディ・ウォータースとかフレディ・キングとかアルバート・キングとか、そういった、ブルースギタリストを聴くようにもなりました。彼の、実はちょっとまたこれまた余談になってしまうんですけども、彼の、演奏というのは本当にすごく好きだったんですけども、自分が、ジャズを演奏するようになってからは、どこかしらなんて言うんだろう、こう、ロックとジャズを避けていたところがありました。でも自分がこう音楽を、まあ、作曲するようになってから、どん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 とですね、自分のこのルーツを、出していこうというような、作業になっていったので、どん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 と自然とですね、まあ、ジミ・ヘンドリックスの、まあ、影響がですね、すごく出てくるような曲を、書くことになってきました。ちなみにですね、ジミーズスイングという曲が僕の3 Wishes というアルバムに入っているんですけども、この曲はですね、ジミ・ヘンドリックスのよく弾いていた、あのジミヘンコードと言われる、まあ、シャープ9コードですね、その曲を、そのコードを使って、ブリッジですね、サビのところは実はリトルウィングのコード進行をそのまま使ってメロディーを書いたというような、まあ、コントラファクトなんですけども、そういった曲も書いています。あとですね、もう一つちょっと、僕がまあ、ジミ・ヘンドリックスについて余談を一つしたいんですけども、それはですね、実は、彼の演奏からウェス・モンゴメリーのスピリットをすごく感じるようになったということです。例えばですね、サードストーンフロムザサンの、ギターのリフとか、なんとなくどことなくこうウェス・モンゴメリーのフォーン6に似ていたりとか、あとはジミ・ヘンドリックスがよく使うこのシャープ9コードというのは、まあ、ジャズギタリストがよく使っていったコードだったりとか、あとは、ジミ・ヘンドリックスはオクターブ奏法もするんですけども、やはりそのウェス・モンゴメリーも、オクターブ奏法がすごいので、そういったですね、2人のギタリストの、こうなんていうんですかね、あの共通項みたいなのを聞きながら、感じていくとですね、すごく面白いんではないかなと思うので、皆さんもそういったことを意識しながらウェス・モンゴメリーや、あとこのおすすめのジミ・ヘンドリックス聞いてみてください。では、4枚目に行ってみたいと思います。4枚目のアルバムは実はですね、意外と最近のアルバムで、ジェームス・テイラーのワンマンバンドです。このアルバムは、まだですね、まあ、ニューヨークに来て間もなかった頃、まあ、2007年か2008年ぐらいに、リリースされたアルバムで、彼が、ギター一本で歌うという、素晴らしい、まあ、ライブ版なんですけども、本当にすごく影響を受けました。というのもやはりその、人の持っている声の強さというか、歌の歌詞のメッセージ性の強さとか、そういったことをですね、すごく、まあ、原点回帰というか、そういうふうなことを感じさせてくれたアルバムでした。どの曲もおすすめなんですけども、すごく、僕は感動したのはマイトラベリングスターです。
このアルバム実はですね、アルバムとあと DVD、 ライブの DVD がついていて、どちらも楽しめるんですけども、ワンマンバンドというふうには言っているんですけども、実はですねサイドでピーター・バーンスタインとビル・スチュワートと一緒に、まあ、トリオで素晴らしいジャズトリオをやっているラリー・ゴールディングスが参加しています。まあ、ピアノやあとまあシンセサイザー的な音だったりとかしたと思うんですけども、そういったものをそのラリー・ゴールディングスがサポートしていて、あとはですねこのアルバム、音源からだけ聞くとなぜかドラムの音が聞こえたりとか、あとはですねコーラスが入ったりとかしています。すごく、まあ、そのワンマンバンドというところにはこだわっているので、どうした感じでそういうふうなことができるかというのは、まあ、アルバムを聴いた後に DVD を見ると分かると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。本当に素晴らしいアルバムです。では、おすすめのアルバム5枚目いってみたいと思います。5枚目のアルバムはかなり迷いました。というのも、僕はラウドネスにかなり影響を受けました。もう日本の皆さんご存知だと思うんですけども、日本を代表する、世界的なギタリストアキラ高崎、彼のバンドにはすごく影響を受けて、僕は、こうしてですねアメリカで今オリジナルを演奏しながら活動しているのは、やはり、ラウドネスのああいった、フロンティアスピリットがあって、僕はそういったことにこう憧れてっていうのがあるのかなと、無意識のうちにあるのかなと思うんですけども、彼らのアルバムをですね、まあ、本当にどのアルバムにしようかと思ったんですけども、やはり、ラウドネスのアルバムで一番最初に買ったアルバム、そしてアルバムの中からの曲もほとんどコピーした素晴らしいアルバム1枚を選びました。ラウドネスの激変霊歌です。ディスイリュージョンです。このアルバムはですね本当に僕がそれこそ19歳の頃にラウドネスのコピーバンドをやっていた時には、クレイジードクターという本当にもう彼らの代表曲を弾いていましたし、あとエクスプローラーという確か名前でソロギターのピースもあるんですけども、エディ・ヴァンヘイレンのイラプションのような感じですごく到達したギタリストしかできないような境地のようなソロ演奏を聴かせてくれていたりと、かなり影響を受けました。あとですねこのアルバムちょっとジャケットを見ていただくと分かると思うんですけども、実は新原実さん、山下さん、あと高崎さん、そしてですねドラムは樋口さんは実は亡くなってからの、あのドラマーなんですけども、4人のメンバーのサインが書いてあります。というのも、彼らがですね、ニューヨークの、BB キングズグリルという、もう今亡くなってしまったんですけども BB キングのお店で、ライブをやるというので、聞きに行ってきました。そうしたらですねもう本当に、なんて言うんだろう、往年のファンが、もうアメリカ人のファンがもう満員の中の会場の中でですね、怪しい日本語でですねラウドネスの曲をコーラスしながら歌っている姿を見て僕はもうすごく感動したんですけども、実はですねその会場に僕の知り合いのエンジニアの方がいました。彼はその翌日だったかな、ラウドネスのライブの録音をするということで楽屋に挨拶に行くから紹介してあげるよという感じで、まあ、彼と一緒に楽屋に行ってですねラウドネスのメンバーみんなに挨拶しながらこのジャケットにですねサインを書いてもらいました。やはりその日本でもですね1回2回ぐらいラウドネスは見たことあるんですけども、彼らがですね本当に世界に名を広めたニューヨークの地で彼らの演奏をですね生で聞いて実際に彼らに会えたというのは本当に、まあ、ミーハーなんですけども、かなり、忘れられない思い出となっています。今回はこうして、ジャズ以外のおすすめの5枚を紹介しました。皆さんのですね、自分の、ギターや音楽人生に影響を与えた5枚を、ぜひ教えていただきたいので、よろしければ、このコメント欄に、記入していただけると嬉しいです。今回ここで紹介したアルバムの情報は概要欄の方に入れておきます。チェックしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。